野田内閣で農水政務官を務めた無所属の和志尾栄一郎衆議院議員が自民党への入党に向け最終調整しています和志尾市と同じ新潟2区では自民党細田派に所属する細田健一元農水政務官が比例代表で復活当選しています和志尾市の2回入りも取り沙汰されていて 細田派からは小選挙区で戦った相手を迎え入れるのは筋が通らないとの声が上がっています。